みかんを配布しているのは、静岡市青井区の静岡千元神社境内の大河ドラマ館です。このみかんは、家康が将軍を退き、寸府城に隠居した際に自ら手植えしたと伝えられていて、県の天然記念物に指定されています。みかんは17日、ドラマで徳川家康役を演じた俳優の松本潤さんも地元の子どもたちと一緒に収穫しました。 後からあの駿府城の方に行きますので、そこでお手植えるみかんを見ながら食べてみたいなと思っています。みかんは大河ドラマ館に来館した人を対象に、明日まで先着100人に配布されます。